秀吉のお気に入り武将ベスト5、天下人から信任された男たち。皆さんこんにちは。今回の歴史の細道は秀吉のお気に入り武将ベスト5について紹介していこうと思います。低い身分から天下人への階段を駆け上がった豊臣秀吉ですが、彼には譜代と呼べる家臣がいませんでした。だからこそ自分に忠節を誓い信頼できる人物をお気に入りとして重用したそうです。今回はそんな秀吉が大のお気に入りだったという武将をピックアップしてご紹介してみたいと思います。ちなみに豊臣秀長や秀次、小早川秀秋といった血縁者は除外しておきましょう。それではお楽しみください。第5位、仏とも鬼とも呼ばれた秀吉孤高の家臣、堀尾義治。江戸時代に出雲松江24万石の大主となる堀尾氏ですが、その礎を築いたのが堀尾義治です。義治は通称をモスケと言いますが、彼には2つの異名がありました。一つは仏のモスケというもので、性格が非常に温厚だったそう。その特徴を生かした交渉や外交に秀でていたといいます。そしてもう一つは鬼のモスケというもの。ひとたび戦場に立てば優れた武勇を発揮し、幾度も大きな戦功を挙げたそうです。秀吉との出会いはかなり古いのですが、こんな逸話があります。永禄10年、1567年、美濃の稲葉山城を攻めるために裏道から近づこうとした秀吉ですが、不慣れなこともあって道に迷います。仕方なく休息をとっていると、いきなり大きなイノシシが飛び出してきました。するとイノシシを追ってきた若者が見事にこれを仕留めるのです。その勇敢ぶりに感心した秀吉は、お主は何者だと若者に問いました。聞けば岩倉織田家に仕えていた堀尾義久の息子モスケだというではありませんか。モスケの道案内で城の絡め手へたどり着いた秀吉は、ついに城を落とすきっかけを作ったとのこと。この時にモスケは秀吉の家臣になったそうです。このお話は絵本太閤記など後世の創作によるものですが、それに近いことはあったのでしょう。そこから義治は秀吉孤高の家臣として出世を遂げていくのです。当初は100石取りに過ぎなかったのですが、播磨姫路で1500石、さらに丹波で3500石に加増されました。また明智光秀との決戦となった山崎の戦いでは、いち早く天王山を奪って勝利に貢献し、丹波黒井城主として6000石を得ています。まさに秀吉の手足として大活躍を遂げた前半生でした。秀吉からの信任はますます大きくなっていきます。四国平定が終わった天正13年、1585年には近江沢山で4万石を与えられ、5年後の小田原の駅でも大きな武功を挙げました。そして徳川家康の関東移封に伴い、その丘陵である浜松12万石の大名となったのです。浜松は交通を抑える要衝ですし、徳川の影響がすこぶる大きい土地でした。秀吉は義治なら治められると判断したのでしょう。その信任ぶりがうかがえますね。義治は期待に応えて領地をよく治め、浜松城だけでなく近隣の二俣城や鳥羽山城なども総石垣作りへ改修しています。こうして豊臣政権の意向を天下に知らしめました。また豊臣政権内でも義治の立場は高いものだったようです。祭りごとに深く関与し、家康と石田三成との仲裁役を買って出たとも。就任したという三中郎の存在は否定されていますが、おそらくそれに準ずるほどのポジションに座っていたのでしょう。秀吉が亡くなると自らも隠居しますが、息子忠氏と共に家康に接近。関ヶ原の戦いでは東軍として勝利に貢献し、松江24万石を与えられました。第4位、実は秀吉のいとこだった福島正則。
戦国の暴れん坊こと福島正則は、実は秀吉とはいとこの関係だったようです。秀吉の実父木下八右衛門の妹にあたるのが正則の母であり、おけやをしている父との間に市松、後の正則が生まれました。まだ藤吉郎と名乗っていた秀吉がおけやを覗いてみると、まだ2歳だった市松が石臼に縄で縛られていたそうです。聞けばわんぱくが過ぎて懲らしめられているとのこと。しかし藤吉郎は驚きました。小さな市松が一抱えもある石臼を引きずったまま歩き出したのです。藤吉郎は、これはなんという強力じゃ、この子はきっと大物になるだろうと言ったとか。大きくなるにつれて市松の暴れっぷりはますます拍車がかかります。年上の子供と喧嘩して半死半生の目に合わせたり、大人といさかいを起こすこともたびたびだったとか。手に余った両親は市松を秀吉に預けることを決心し、市松は正則と名乗って近所となりました。諸説ありますが、竹中半兵衛が正則の才能を見込んで武芸や軍略を教えたとも。正則の初陣は天正7年1579年の上四条攻めだとされています。この戦いでは勇猛として名高い小峰左門を見事に討ち取り、百石の加増にあやかりました。さらに秀吉の軍人に従って次々に武功を挙げ、初陣から3年後には早くも一千石取りの武将にまで出世したのです。秀吉が正則に期待したこと、それは彼が持つ類いまれな武の才能でした。確かに不器用な面はあるものの、その直情的とも言うべき一途さが正則の長所だと考えたのでしょう。譜代家臣のいない秀吉にとって、自分のために命を捧げられる存在が必要だったわけです。そんな秀吉の期待に正則はよく応えました。秀吉が行った一連の戦いで常に大きな武功を挙げ、文禄4年1595年には尾張清須24万石の大名にまで出世しています。もし秀吉が拾ってくれなければ、ただの粗暴な男として人生を送っていたでしょう。そういった意味では最後まで豊臣家に心を寄せていた武将の一人です。秀吉の維持秀頼が大阪城で幕府軍を迎え撃った時、正則は蔵屋敷にあった8万石もの蔵米を放置し、豊臣方が摂取するに任せました。秀頼と共に戦いたい思いもあったのでしょうが、江戸に留め置かれた正則にとってそれは叶いません。せめて兵糧だけでも手に入れてほしい、正則ができる最大限の恩返しだったのでしょう。第3位、秀吉のお気に入りとなった若き大老、宇喜多秀家。戦国時代、下克上に次ぐ下克上で備前の戦国大名へ上り詰めた宇喜多直家ですが、その嫡男が秀家となります。これまでの悪事の因果が巡ってきたのか、毛利から織田へ鞍替えした数年後、直家は重い病気にかかってしまいました。シリハスという悪性腫瘍だったようですが、死の直前になって秀吉を自分の城へ呼び寄せたのです。この時秀吉は自ら赴こうとしますが、周囲の家臣は皆止めました。あの直家のことだからきっと殺されますぞと。しかし秀吉には直感があったのでしょう。直家の話を聞いてやらねばなるまいと考え、疑うことなしに乗り込んだのです。そんな秀吉の潔い態度に直家は感激し、八郎の烏帽子親になってくれることを願い、宇喜多家の将来を託したのです。やがて八郎は元服して秀吉の一字をもらい、秀家と名乗りますが、秀吉はことのほか可愛がりました。利発で素直な性格だったこともありますが、秀家の生母お福を側室としたことも関係しています。お福は直家の側室だったのですが、その妖艶な美しさは秀吉を虜としました。ほどなくしてお福は側室となったそうです。
秀吉は自分の偏気を与えていますし、愛するおふくの息子です。そんな秀家が重んじられないわけがありません。それともう一つ、秀家を気に入った理由があります。それは毛利に対する抑えを期待してのことでした。宇喜多氏が領する備前はちょうど毛利領に蓋をする形になっており、秀家を取り込むことで毛利の動きを監視できます。当時の毛利氏内部には秀吉に反発する勢力も少なからずいますから、豪気な秀家なら抑えを任せても安心だと考えたのでしょう。また秀吉にとって徳川家康は警戒するべき人物です。今は心中しているとはいえ、何が起こるか分かりません。そこで秀家を有志とすることで、自らの親族とし戸様という関係でありながら豊臣一門に加えました。力のある大名をどんどん取り込むこと、それが秀吉の方針でした。さらに秀吉はダメ押しを忘れません。前田利家の四女で自らの養女としていた郷姫を秀家の正室として送り込み、これで豊臣、宇喜多、前田の対家康トライアングルが完成したわけです。しかし秀吉が亡くなった後、このトライアングルはものの見事に崩壊を迎えました。利家が亡くなったことで前田家は家康に屈服を余儀なくされ、さらに宇喜多家では内紛が勃発。強固だったはずの関係は急速に弱体化していったのです。慶長5年1600年、関ヶ原の戦いで西軍が敗れたことにより、宇喜多家はついに滅亡を遂げてしまいました。第2位、秀吉への忠義は筋金入り。武勇と優しさを併せ持った名将、加藤清正。先ほど紹介した福島正則と同様に、秀吉子外武将の代表格といえるのが加藤清正です。出身は尾張の国中村といいますから、まさしく秀吉と同郷でした。また清正の母糸は秀吉の母中と血縁関係だったこともあり、10歳の頃から仕えていたとされています。清正は幼名を虎之助といい、幼いながらたくましい体つきと優れた知恵を持ち、さらに武芸にも秀でていたとか。秀吉はまるで我が子のように慈しみ、将来の幹部候補生として期待をかけていました。一方虎之助も秀吉のそばで仕えながら、人の使い方や優れた軍略などを吸収していったようです。やがて元服して清正と名乗りますが、その初陣は天正9年1581年に起こった鳥取城攻めでした。この時は華々しい合戦とはならなかったものの、翌年の冠山城攻めでは見事に首を挙げています。なんといっても清正の武名が轟いたのは賤ヶ岳の戦いでしょうか。近藤新七という豪の者を討ち取り、さらに敵の鉄砲大将である戸波隼人の首を取りました。それだけではありません。柴田軍の中でも勇猛で知られた山路将監との一騎打ちに勝利したのです。秀吉は清正の働きを大いに称賛し、三千石を与えたといいます。清正は優勝である一方で大変優れた政治力を発揮したことでも知られていますね。彼が持つ政治力とは、人を愛し民を慈しむ心でした。九州の役の後、秀吉は来たる朝鮮出兵のために肥後の国を後方支援地帯にすることを思いつきます。ところが地元国衆の反発によって一揆が勃発し、肥後はすっかり荒れ果ててしまいました。そこで改易された佐々成政に代わって肥後藩国の領主となったのが清正です。依然として反抗する国衆を抑え込みつつ、粘り強く地域復興に取り組みました。本拠を熊本城に構えて城郭の改修や城下町の整備を行い、朝鮮出兵の負担に耐えつつも見事に国を治めてみせます。ちなみに清正の官職は数えの神というのですが、もともと国費の支出や税の徴収を管理した長官のこと。清正もまた優れた財務能力を持っていたらしく、過去には堺代官を務めたほどです。
武勇だけが注目されがちですが、実際には石田三成ら武行衆に勝るとも劣らないほど数字に強かったようですね。だからこそ秀吉も統治が難しい肥後を清正に任せたのでしょう。反抗する勢力を平らげるだけの実力と国を治めきる能力を持った清正、そこが福島正則とは異なる点でしょうか。とはいえ秀吉や豊臣家に心を寄せるという意味では清正も正則も同じでした。最後まで豊臣家を思い、その行く末を案じたのです。第1位、秀吉の側近として優れた行政手腕を振るう石田三成。秀吉のお気に入りといっても単に見た目が良かったりおべんちゃらがうまかったりするだけではダメです。秀吉から見て何らかのメリットがない限り重用されることはまずありません。これまでご紹介した中でも交渉力が優れていたり政治力があったりなど秀吉の役に立つことが重要なのです。もちろん無能のレッテルを貼られれば戦国秀久のように即刻クビになるから安心できません。そんな中、秀吉の側近中の側近として辣腕を振るった武将がいます。それが近江出身の石田三成でした。秀吉と三成の出会いといえば、順に熱いお茶を出していったという三献の茶のエピソードが有名ですが、実際にはそれほどドラマチックではなかったようです。秀吉が長浜城主となった天正2年1574年頃、自前の家臣団を作る必要に迫られていました。そこで機能していた浅井旧臣たちに声をかけたり公募するなどして新参者をたくさん召し抱えたのです。石田村で暮らしていた石田家も親子揃って秀吉に仕えたのだとか。後に秀吉帰下で活躍する片桐勝元や増田長盛、夏霞正家たちも同時期に家臣となっています。近江はもともと京都と地方を結ぶ要衝であり、経済や物流の大動脈も近江を通っています。そのため古くから算術に明るい人材を輩出する土地柄でした。財務や行政に明るい三成が重用されていったのも自然の流れだったでしょう。当時の秀吉家臣団は武辺一辺倒の武闘派ばかりですから、弟秀長が財務を担当していたようです。そこへ現代で言えば会計士のような近江武士たちが加わったわけですから、秀吉も大助かりだったでしょう。やがて秀吉が天下人になると三成が活躍する場面はますます増えます。年貢の調整から軍備の調達、さらには堺の豪商との折衝までこなし、豊臣政権にとってなくてはならない存在となりました。こうなると秀吉は諸大名への命令伝達や各種法令の作成なども含め、行政をすっかり三成に任せきりとなります。三成の立場を現代で例えると官房長官兼財務大臣兼総務大臣兼法務大臣兼経済産業大臣といったところでしょうか。まさに三成がいなければ国が回らない、そんな状態だったのです。特に三成の場合、仕事ができる男だからこそ秀吉から気に入られたのでしょう。三成もまた自分を引き立ててくれた恩義に報いるべく、やるべき仕事に邁進していたようです。そんな三成ですから、時に私情を挟まず秀吉の命令を伝えることもあったはずです。それゆえ態度が冷淡だと嫌われる原因になったのかもしれませんね。いずれにしても豊臣政権は秀吉の死とともに崩壊し、三成たち官僚派武将たちも一掃されることになるのです。こうして考えると三成の存在は秀吉がいたからこそ輝けた、そんな気がしてなりません。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。また
よろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。